なので施設を取った方が施設にこれ施設と DM をそうです、はい、出した方がいいっていう、いいっていうこと。それか在宅介護の人に出して使う。在宅介護の人に DM 出すんですか。在宅介護はここですね、市のケアマネージャーさん、市でいた持ってる、まあ、管理してる人がいる。そこわからない。施設ってここは誰に、え、ここはどうやって探してる。ここはうちらの市ですと、こういう支援センターみたいな、そこに手紙を出すんですよ。そうすると、ここはケアマネージャー様でって形ですか。そうですね。それから支援センター様でとか、うん、塩釜市、あとうちですと塩釜市支援センター様、かっこのケアマネージャー様、はい、こちらの生活相談員様とか、はい、で、こういう、やっぱこういうチラシを、チラシっていうのは市で、はい、高齢者のチラシで見て、ここのターゲットは誰かとか、すごいこれチェックしたやつですか。そうです。ダメだったとかいうやつですか。そう、1回送ってダメだったら2回目はどこに送ろうかとか。ああ、そう。ひと月ごとに送ってるってこと。どのくらいの周期で。僕は西三町、西三町っていうのは2つの市と3つの町村、5個地域回って。それをで DM をどのぐらいの頻度で。人の本場をこんなんですかね。ここの市なんで、市と町村市で、あと半年に1回回って大体。あ、じゃあ人たちここ、こないじゃあここで、じゃあ年間に2回やったとか、やっぱここ当たりが弱かっちゃう。ちょうどだから少ないとかだったら、ここは飛ばそうとか。で同じ内容のハガキをただ送ってるだけ。そうなんですよ。僕さ、私も考えたそれは1ヶ月の子だから反省があるじゃないですか。やっての反省があるんです。皆さんはやらずに文句しかない。いや、私目からとにかく一人でやってるので、どうしたらそのこういうことを一人でやれるのか、術を最初に知ったって。だから僕、一人で、そうです、一人でやるにはどうしたらいいか。だったらまず、これを見て、手紙を出そうと思って出して、ここの市では1回目ダメだから、じゃあ隣の市に出してみよう。次隣の市。ここ全然ダメだから、こっちに全部出そうとか。支部と、私は連携して。で、その後、プレゼントが言ってたじゃないですか。連絡が来た時に。そうです。